はい、山田です。こんにちは。いや、マジで本当に髪やばいっすよね。来週の火曜日に切ります。なので、まあ、来週の火曜日には多分バッサリ、さっぱりしてると思うんで、はい、いい髪にしたいと思います。もう多分髪がね、やばい。ライオン。ライオンなんですよ、マジで。聞こえますかね、ライオンヘア。しっかりね、単発にしてちょっと、今より、イケメンになればいいかなと思います。懐かしい子に会いました。下向いて帰って大丈夫かな。でもね、本当に沖縄のイベントってもう減りましたし、来月やるのか分からないですけど、緊急事態宣言が明けるんで、まあそこからまたうまく何ができるか考えてちょっとやっていきたいな。まあ変わらずやっていくとは思うんですけどね、まあ、これして楽しみにしてる人がもう何人もいる状況なんで、さすがにこれをやめるのは、うん、まだ違うかなって思ったりします。あとね、応援してくれる人がたくさん今増えてきてるんで、その人たちとも一緒になんか、まあ、できればなぁと思ってます。はい、いや明日はちょっとすいませんが、明日はもう本当にまたキーワード出して、ルーレットにしようと思います。ちょっと明日予定ができてしまったので、はい、そこはご了承ください。で、今日は、まあ、とりあえず10月2日のイベントについてなんですけど、10月2日のイベントはじゃあもともとやるって言った場所と変更なりそうな感じしますので、そこだけご了承ください。10月2日のイベントは場所が変更になるということだけお願いします。で、なんか参加希望の方はね、ぜひ玉那覇の方に DM くれたりとか、あと主催者の方のインスタグラムも多分ちょいちょい流していくんで、今後その時に対応をお願いしたいと思っています。はい、あとはそうですね、うん、今日イベントはやるんですけど、今日のイベントはクイズ形式にしようと思ってます。クイズにして正解してまた3分の1とはという、まあ、2段階みたいな感じなんですけど、まあ、チャレンジが出すね、今日はチャレンジ、そこをうまくやっていこうかなと思っています。なので10月2日今日のキーワード、そうですね、うん、10月2日イベントが場所変更になったので、はい、10月2日場所変更でキーワードは、まあでも自分が今やってるこのイベントも本当に感染予防対策を行いながら絶対やっていくので、まあ、あとはもうライブで皆さんにお届けできればなと思うので、ぜひぜひ参加してください。またどんなね、イベントにしていくかは多分また明日話してちょっとやっていくと思うんで、まあ、ぜひぜひ皆さんの、まあ、ライブでの参加、まあ、場所での参加、まあ、あんまりなんか大勢では絶対できないと思うんで、ちゃんと人数制限もしながらやっていくし、あとはもう楽しませる僕が、はい、あとはやっていこうと思ってますので、ぜひぜひ皆さんの参加もお待ちしております。まあ、もう入場とかもお金取らないし、しっかりうまくやっていきます、そこは。はい、なのでまあ笑って楽しめて沖縄を元気にしたい人たちだけでやると思うので、はい、ぜひぜひそこは参加よろしくお願いします。あとはそうですね、またいろいろ TikTok の方もハートを押して YouTube も見てください。よろしくお願いします。まあ多分後々でこれ YouTube 言ってるんですけど、 YouTube を見た後にハートを押してもいいです。ハートを押して YouTube 見てもいいんで、そこはぜひ、あとコメントもください。まあリンクコピーも、はい、もうじゃんじゃんお待ちしております。お友達にも宣伝じゃんじゃんお願いします。今週1500人フォロワー行きたいんで、で1200イベントやりましょう。はい、金曜日みんな楽しんでいきましょう。今日は1480人目指します。よろしくお願いします。1480人一緒に目指していきましょう。おやすみなさい。おやすみですね。またね、ライブでバイバイ。